渡辺ひろみです。ニコタンポ音楽教室主催です。あとはシンガーソングライター、ファッションコーディネーター、あとはまあピアニストと言いにくいのでピアニスターですかねあとは絵描きです。幸せ美術展っていうところに行ってた時にストリートピアノが映ったんですよ。あそこそこそこっつっててだいぶ見せてもらったんです。で絵描いてたので、わあピアノに私も絵描きたいって思ったのがきっかけだったんです。デザインの時にあの形四角なので、それに合うか形は何かなと思って、いろんなこと描いてもちょっと難しいので、じゃあマス目区切ってやるのはいいなと思って、で十二支絵とですね、それから十二星座、それにしました。図書館に置いた時はただ見るだけだってね、展示して音出せなかったので、見てもらってまた弾いてもらったら楽しいかなと、まあその方々のちょっとしたこう思い出になるかななんて思いましたね。いつも笑顔でニコニコとっていうののニコの部分、感謝忘れず淡々とのタン、素直な心でポーッと息をのポでニコタンポということなんです。そんな気持ちで生きたらいいのになっていうことで作っちゃったんですね。まあ、主人と手つないで、まあ、ベッドから下ろすときにその歌を一緒に歌うことにしてるんですね。なんかその時にまた、あそうだよな、こういうふうに生きれたらいいよなっていうような気持ちで、やっぱり日に5、6回ですね歌ってますね。Thank you.
しいですのでピアノって。でもそれをやっていってなんか、うん、日々の充実感のある時間っていうのかな、そこをしっかり味わえるので、どこまで伸びるんだろうって、クラシックピアノ、それちょっと興味あります。